よいしょっと。今日はね、子供連れてこんかったけ、一人で静かにゆっくり釣りができるけ、今日はうなぎをバッチリ釣っちゃろう。さて今日はね、何としても釣りたいから、今日は、4本5本はちょっと忙しすぎるか、とりあえず4本出そうかね。ダイソータックル2つといつものね。やっぱりね、これぐらい時間に余裕を持ってゆっくり準備せんとね、忙しいけね、準備しおるだけで汗だくになるわ。今日はええよ、早いけ。まだ7時回ったばっかりぐらいかな。あ、そういえばね、今年もちゃんとこうやって観察買ってます。で、今年は組合員は青なんかな。去年はね、赤だったんか。で、一般の購入者はまたちょっと違う色なんだけど、一目でどういう観察を買っとるかっていうのがわかる、これで。ほいでね、あとね、前回はね、鈴が電池が全部切れとって、見事に。まあこれ Amazon で買った大量に入っとってバリやすいやつなんだけど、ほんまはここ LED で光るんだけどね、ボタン電池を買うくらいだったらもうパキッと折るね。このケミホタル買った方がええわと思って買った。予定ではね、これにプスッとうまいこと刺さるはず、サイズ的に。パキンと折って、いいね。これをよいしょ、これも光らんけ、ここにブスッと、よし、これでわかるね今日は。しっかりと暗闇でもこいつがあるおかげで揺れようのがようわかるし、鈴の音もする。このたくさん入った全部で 1,2,3,11,12,13、 多分ね15個ぐらい入って、これ1000円ちょっとぐらいだったんかな。全然覚えてないんだけど。紹介にならん。このね、 LED のはね、とにかくボタン電池が必要じゃけ、ボタン電池買ってやるのがね煩わしいじゃん。じゃけもう釣り具屋さん行った時に、あっと思ったらこれを釣り道具にしっかりストックしとけば、もう使い捨てじゃけ、これ一晩だけ。まあ翌日も全然光っとんだけど、2日連チャンで釣りすることないけ、まあポイポイ捨てりゃええんよこれ。よし、だいぶ日が落ちてきたね、いい時間帯。今日はね、もうめんどくさいけ、普段ミミズをねストックしとるケースごと持ってきた。こん中バリミミズおるけね、ほじほじするもんがこれでいく。ちょっと掘ったらバリ出てくる、ほらうじゃうじゃおるよ、ほーれ。最高のミミズ。よし、ちょうど日が暮れたわ、ゴールデンタイムスタート。よいしょー、はい、もう一本。よいしょ、ちょっと遠くに投げよう、深いところへ。で、このダイソーロッドはちょっと手前。よいしょ、はい、ラスト4本目。よいしょ、ほんますぐ近く、この辺でいっか。よいしょ、ここと、よし、じゃああとは待つだけ。多分すぐ当たり出るけね。今多分隠れとったウナギが日が暮れてニョロニョロっと、お、暗くなったな、餌を探し行こうかなって感じで探しおるはずよ。なんか明確な当たりが出たよ。当たったよ、投げて5分ぐらいかな。あ、ほら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 、めちゃめちゃ引いとる。よし、これ合わせよう。何かな、よいしょ、さあ合わせるよ。ちょっと先聞いてみようか。ゆっくり、ん、あー、乗ってないね、乗ってないわ。ミミズは、ミミズはついとるけど、多分がっつり食い込まずにね、こういう端っことかを引っ張っとるだけじゃね。これまだ使えるけ、使おう。内側をぶち切って、まあちぎったらちぎったでね、匂いがしっかり出るけ。おいしょー、うなぎを連れてきてくれ。あれ、投げた直後にもう当たり出たよ。おー、引いとる引いとる引いとる。
ほら。ほら、めちゃめちゃ引いとる。食い込め。もう一回、もう一回来い。食い込まんか。ちょっともう一回揺れるまで待とう。待とうって言った瞬間、手前の、こっちの竿が引いたわ。うなぎだったらね、ちょぼ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 食べるんじゃなくて、スポッと吸い込んでから、一気に食べてしまうけね。しっかり。うぅ、びっくりしたの。食うな。ガガ来た。ガガ来た。あ、引きおるね、引きおるね。これ絶対もう乗っとるな。行こう、合わせよう。これ食い込んどるわ。せーの。よいしょ。おし、乗った。なんじゃろ。ん?外れた?義牛か?そんなに重くないな。義牛か?ああ、ですよね。本日もいらっしゃいました。義牛ちゃん。そう。うなぎを連れて来てくれい。おいおい、投げた瞬間当たっとるよ。もう絶対食っとるじゃろうか。あ、重い重い、バチ重い。やばい、今の合わせるところから映ってなかったね。あ、やっぱナマズか。道理で重たいと思ったよ。うじょう、ナマズちゃんだったか。うなぎ期待したのにな。ナマズじゃなくてうなぎ来い。よし、ちょっとね、こっちもさっきから小さく当たりおるけ、あげてみよう。餌もないかもしれんし、こういうこまめなチェックも大事。せーの、よいしょ。あ、なんか乗っとる。あー、義牛の可能性 95%。 あ、でかでかい義牛、でかい義牛だったわ。26、7センチぐらいありそうでね、でっかい。よし、こっちのダイソーの方も確認しよう。まずこっちから行くか。せーの、よいしょ。餌だけ取られとるわ。こっちはどうかな。よいしょ。これに関しては餌も残っとるね。でもまあ変えよう。うわ、でっかいミミズ。もう針に見合ってないサイズだけね、ミミズが。こんな上等な餌つけとんだけ、来てくれにゃ。これも手前にまたちょい投げで、もう一本も手前の深みにちょい投げ。こう、せっかくね、竿を複数本出しとっても同じラインに投げたってね、効率悪いけ。それだったらこう手前、その次の奥、真ん中、一番遠くとか、こう不規則に投げた方がね、絶対。なんか引いたよ。当たりました。ダイソーロッドが当たりました。せーの、よいしょ。おい、なんか釣れとる。ん、なんか釣れとる。ちょっと重量あれ、ゲップが出た。あ、あ、来た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 。うなぎうなぎ、ローリングショール。よっしゃ、釣れた。一匹釣れました。やったー、うなぎゲット。顔にパリチっとるし。よし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 、オッケー。一匹ゲット。あー、やばいね。ちょっとクーラーボックスもあっちに放そうか。よいしょ、こっちに置いとこう。よいしょ、はい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 、うなぎさんうなぎさん、オッケーオッケー。一匹ゲット。とりあえずちょっと一旦、あー、ほらほら、尻尾がね、ニューアーと出て、これでよう逃げるんよ。これすぐ締めた方がいい、こうやって。よし、一匹ゲット。これどういう状況かな。外しやすいんだったら外したいんじゃけど、あー、なるほど。これは丸飲みしとるけ、そのまま切った方がええね。プチッと。とりあえず一匹リベンジ成功じゃねえ。やっぱうなぎがかかったバリ嬉しいわ。一人で叫びおるし、この暗闇の中に。小さい当たりだったんじゃけどね、チリンチリンチリンって。あれ、なんか聞こえたなと思って見たら、あのケミホタルが、穂先がぴょこ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 、その程度しか引かなくて、グーとかチリチリチリンってならんかったんだけど、よかったよかった。サイズ的にね、そうじゃね、あれ500円玉ぐらいかな、多分太さは。で、長さが40センチぐらいかな、40はあったように見えたね。まあ立派なうなぎよ。この竿はね、
一番すぐ近く、ほんま足元から10メートルぐらい先にちょい投げしとったやつ、またその手前の辺に投げてみよう。やるねー、ダイソーの釣り竿。もう一回手前にちょい投げ。手前もね、そこえぐれとってからね、深くなっとんよ。オッケーオッケー。ちょっと餌確認しよう。せーの、よいしょ。なんか釣れとるかな。ちょっと重たいような気がする。義牛が釣れとったわ。そう、君は多いね。こいつも見とこう。ほんまね、あんまりずっと待ちすぎるのは良くないけね。ほんとこまめにチェック。あ、これは食ってないね。よいしょ。ミミズもあるけ、まあ小さい雑魚につつかれとるぐらいかな。来た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 よ。完全に乗っとるよこれ。ほらほらほら、めっちゃ引いとる。おー、来とる来とる。これは食い込んでる間違いなく。頼む、うなぎでお願い。せーの、よいしょ。あ、乗った。おっしゃおっしゃ。あ、え、一瞬で切れたんじゃけど。え、なんでバリ引きおったんじゃけど。重みを感じた直後にブチンと切れた。マジかー。ほらくるくるパーになっとら。これうなぎローリングでからよれまくっとるんかな。残念無念。しょうがない。お、引いとる仕掛けセットし直しよったら。これこれ、よし、行ってみるか。頼むよ。切れた直後じゃけえね。せーの、よいしょ。お、はい、ギギュー。はい、いらっしゃいませ。今ね、こっちもそうじゃし、こっちもどっちも当たっとるけえね。どっちかガガガガーといったら合わせよう。結構引いたね今。こっちのがかなり引いたよ。あー、引いとる引いとる。これ合わすか。せーの、よいしょ。あ、乗った、あ、乗った。いい感じ。義牛の重さじゃないような気がする。ナマズほどでもない、かといって義牛ほどでもない。義牛かい、義牛なんかい。結局これは今日一の大遠投するわ。遠いとこの深み。せーの、よいしょ。発酵はね、深い系ね。9時26分。やっぱこれぐらいの時間になったら当たりが少なくなるんよね。パタッと日暮れがだいたい暗くなるんが、そうじゃね、8時ぐらい、8時ぐらいにはもう真っ暗になるぐらいだって。ああ、来た来た喋ろったら引いとるほらほらほら、めちゃめちゃ引いてる。これ行こう。いい当たり、よいしょ。よし、乗った乗った乗った。よし、重量もある。ギギじゃないじゃろ、頼むよ。これギギじゃないじゃろ。うなぎかな、うなぎっぽいな、なんかなんとなくそんな気がするって言って、さっきギギだったけどね、今回はいけとんじゃない。これうなぎじゃろ。あー、でもローリングしょうらんね。うねうねしてない。あー、ナマズのちっちゃいかわいいやつじゃん。かわいい、このナマズ23センチぐらい、ちっちゃ、かわいいナマズ。持って帰ろうかなしかも針がかりもね、あんまり魚にダメージがないところにかかってくれとる。ほら、かわいい、このナマズ。ほら、こんなちっちゃいよ。かわいいね。持って帰りたいけど、まあ逃がすか。逃がしとこうちょっと投げるけどごめんよ。ちゃんと水に落とすけね。よいしょー、さいなら。なんかうなぎのような手応えだったんじゃけどね。残念。ほいで何の話しとったっけ忘れてしまった編集するときに思い出すんだ。うなぎだったらね、映像には映らんと思うんじゃけど、手前まで来てライトで見える位置になったらね、もうすごいこうローリングローリングしょおるんよ。じゃけすぐわかるんじゃけどね、あれはなんかチャーッと横にこう滑るようにこっち来たけね。残念。あー、うなぎっぽかったのんの。よし、チャンスはまだある。おおおお、こっちが引いとる。
おお、めちゃめちゃ引いとるじゃん。これ行くか。よいしょ。あ、乗ってないじゃん。結構引いとったのに。食い込んでなかったね。ミミズだけバッチリなくなっとる。あ、そうそう、話の続き思い出した。もうね、ほら9時半じゃろ。9時半じゃけ、そうじゃね、経験上あんまりもうこれから先はうなぎが釣りにくいような気がしとんよね。でけ、また話戻すけど、8時ぐらいから暗くなって、で1時間ぐらいじゃね、だいたいブワーッと当たりが出まくって忙しいのは、そっからもうピタッと当たりが止まってから落ち着く時間帯に入るんだけど、あんまりもう10時回っても粘ったところであんまり釣果が上がらんけえね。やっぱ日没のやっても、まあ2時間ぐらいかな、それぐらいがうなぎ釣りの勝負って感じかな。まあ他の魚にも言えたことじゃろうけど、だいたい日が昇る前後1時間とか、日が沈む前後1時間とか、よく釣りでは言うけど、朝まずめ夕まずめとか、まあもちろん釣れんとは言わんけど、ずっとやって言わんけど、まあ効率の話よね。効率というか確率か。深夜帯でもね、釣れたことはもちろんあるんだけどね。あ、来た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 。今さっき投げたのがもう当たっとるよ。ラストチャンス。よいしょ。よし、乗った。ギギューっぽいな。ギギューでした。よし、はい。今回はね、前回子供たちと来た時のリベンジということで、一人で静かに釣りしたんだけど、で結果本命のうなぎがまあ一匹釣れたけ、まあ今回は良しとして、でちなみにこれ長さがまあ測れるわけがないんだけど、45センチか47センチかわからんけど、まあそれぐらいなんだけどね。あ、ちょっと待って、当たっとる当たっとる。もう締めようと思っとったら当たっとる。よいしょ。お、来た。のら、あ、いや、なんかついとる。いや、ついてないんか。うわ、なんだった今、ちょっと結構重たかったんだけど。おらんけ。くっそ、乗ってないんかい。くっそ、邪魔された。なんだったっけ。あ、そう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 。で、内径が40センチで、こいつの長さ自体がね、まっすぐにしたら、まあそれよりは十分長いけど、おそらく45センチぐらいで、太さが500円玉ぐらいかな。まあとりあえずうなぎは釣れたけ、よかった。で、次回はこのポイントから1キロぐらい下流に下ったところにね、広くなっとって流れも緩くて、川底がずっと石がゴロ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 ものすごい一面にあるポイントがあるんだけど、確かね、うなぎつつの動画でアップしとるかな、してないかな、ちょっと覚えてないんだけど、多分動画になっとるポイント付近なんだけど、まあそこでね、去年釣りせんかったけ、次回はそこでやってみよう。あっこもね、うなぎ間違いなくおるの分かっとるし、でちょっとここはね、なんかな、川底がちょっと様子が変わったんかな、大雨で分からんけど、ちょっとあんまり当たりがね、うなぎのが少ないけ、ちょっと次回はそこに期待してやってみようと思います。ん？今もうエンディング撮り終わって、終わって回収しょるんじゃけど、なんかこの引きがおかしい。怪しい。めちゃくちゃ怪しい。何何何？お、あ、あー、たたたたたた。あ、やば。あーしょ。あ、船かい。船だったんか。40センチ船。